今日は皆さんに幼児教育にとって素晴らしい机と椅子を開発されたお二人をご紹介したいと思います。開発されました東麗式のお二人でございます。自己紹介の方でよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。神奈川県相模原市にございます東麗式の代表と鈴木でございます。よろしくお願いいたします。営業と、商品の設計企画を担当しました伊藤と申します。よろしくお願いします。はい、子どもさんの足が足の裏が下につくっていうことはすごく姿勢も安定しますし、食べる時なんかも噛む回数が増えるっていうことで記憶力のにすごくプラスになるっていうふうに素晴らしい商品だなと思って第一印象感じました。引き出しですね。これがもう子どもさんの知恵っていうのは好奇心で発達していくと思うんですけれど、この引き出しがこう開けたり閉めたりとかっていうのがこう小さいお子さんにとっては素晴らしいじゃないかと思うんですけれども、よく小さい時なんか台所なんかみんな引き出しをね子どもさんが開けちゃうから紐でこう結んじゃいますけれど、そういう点ここはもう本当に好奇心を満たせるものじゃないかっていうふうに思いました。今小学校なんかで、ね、すごく姿勢が悪いっていう子が多いそうなんです。ちゃんと座って聞けないっていうのが。でうちなんかでも歯科で置いて食事噛むことの訓練とかも行ってるんですけど、そういう時にやっぱりきちっと座ってますかっていうような話をすると、椅子に座ってこう足がプラプラしてる状態がやっぱり自分に子供に合った椅子じゃないですよね。大人の椅子に小学生ぐらいだと座るもんだから。でそういう場合は下に電話帳なりね本なりをして必ずその足が足の裏が本なりにきちっとつくようにっていうようなことを知ってると全部噛むとか、まあ、姿勢がこう固定されるっていうかで背筋がまっすぐ伸びるっていうのもあるんですね。でそういうなんて言うんですかね、分からないっていうことが多いと思うんですけど、やっぱりそういうのも小さい時からやっぱ気をつけてないと習慣っていうのは作れないと思うんですね。で学校なんかでよくこう注意してくださいとかって親御さんに言うんですけど、それはもう小さい時からのしつけというか教え、親が教えることだと思うんですね。ですからこういう椅子なんかで小さい時からこう座ってると、やはりそういうきちっと姿勢で座れる、先ほど言われたここのカーブでちょっと安定してるっていう分ではすごく習慣づけにはいいんじゃないかっていうふうに私はこの商品を見せていただいた時に思いました。